カリ名とは、中国の新大試験国元年に、皇帝の王網の命により、全国に配布された、溶石に対する元気機能を中心とした土量孔の、標準器カリに記された、証明文。真で行われた、同様の証明文である、県領名を模倣したものである。カリ名卓本発志元年11月、全館皇室の外積として、 権力を欲しいままにしていた王毛は、ついに皇帝に即位し、国語を、真と改めた。王毛の政治は、州の礼事を理想とする、ものであった。その一環として、真の模倣も行い、天章公式書体として復活させたほか、土量校を改定して、標準器家料を全国に配布したのである。この家料は、 聖堂のマスで溶石に関する元気としての機能が中心だったが、同時に長さ、重さの標準器としての働きもする特殊なものであった。なお、化量とは本来溶石の標準器全般のことであり、オウのものは区別のため、新抱化量と呼ばれることもある。この際、寝代に証明文として標準器に刻まれた。 権量名をも模倣し、天書で、証明文を告した。これが、過量名である。過量名は、権量名の模倣であるが、その文には、中国神話や古代天文学、五行思想の要素が、随所に散りばめられ、事実を簡潔に述べた、権量名に比べると非常に難解である。一部の語句は、感情を盲伝で、即維持に、王盲が述べた言葉にも見える。 以下に、白文、訓読、訳を示す。特に難解なのが、天文によって、年を表した部分である。木星が出てくるのは、木星が、天球上を、約12年周期で一周するために分かりやすく、当時の暦で年の基準として使われていたためである。大張実賃は、天球を12分割して、それぞれの位置に名前を付けた、12字の名前で、 古くはこれによって、年を表した。しかしこの時代には、天宮の十二分割に十二死の名前を付けた、十二神、が新たに用いられるようになっており、それに伴って年も、監視表現となっていた。つまり、絵戸で書けば二時で済むところを、わざわざ小難しい天文の話、それも廃れた、古い言い方を持ち出してきて表現し、周りくどく書いているわけである。 書風は純粋な転書体ではなく、焦点の縦に細長い字界を守りながら、曲線部分を強く角張らせている。その結果、焦点と関大に発達した、引用の転書、陰点の中間のような書体になっており、独特の雰囲気を持つ。過料名はあくまで権両名の模倣品であったが、過料自体は、 極めて優秀な標準記であったことから、真の滅亡後も参考資料として保管され、実際に、精神大の大使10年に、朝廷内でこの過量を測定した記録が残っている。しかしその後流出したようで、等身大の太もと元4年に、それらしい金属のマスが死で売られていたという記録を、最後に、行方不明となった。これにより一時その原存までも疑われたが、 真の建立年間に朝廷の倉庫内で再発見されている。天書による書籍ではあるものの、家領本体込みで歴史的資料として評価されている面が強く、書としてはあまり評価されていない。このため研究は古代史や軽量史など歴史の分野で行われ、書としての研究はほとんどない。ありがとうございます。